ちは、岡田真央です。今日は辻 D がいないので一人で来ました。ここは愛知県豊川市ですの OSG 体育館というところに来ております。今日は何しに来たかというと、デフバスケットボールの大会がこちらで行われているということで、デフバスケって私まだ一回も見たことなかったので、ちょっと潜入してどんな感じか見てみたいなと思います。こんにちは。すいません、遅くなりました。いきなり始まりました今こうやってやってたのは声じゃわかんないから一回通してタイミング合わせて。なるほど、さすが説明してくれるデフバスケットボールの男子日本代表監督で、まあ、和歌山でもね、まあ、B リーグを目指すチームということで、ワンディーズ和歌山と立ち上がって、でそれここに、参加にこのデフの誠ファミリーっていうのがあって、誠ファミリー、じゃあ協会の、まあ、だから代表の監督しながら、まあ、自分もスプレーしながら、でまた別に会社は他にもやってる。あ、そうですね。はい。いろいろやってますよね。審判の方は普通に聞こえる。あの彼はろう者で、あ、そうなんだ。健常者の方。へえ。いや、この世界はなんか聞こえる人のことを健常者じゃなくて健聴者って言うんで。健聴者、なるほどなるほど。聞こえてないと不思議でしょ、やっぱ声出さないですもんね。だからうちの子らはまあまあ喋るんですけど、どうだろう。この冬の音は皆さん聞こえてるんですか？一応あの声分かってなくても、まあ音聞こえる人はいているんで。なるほどなるほど。冬の音は分かる。それも分かってない人もいるんですけど、まあ、周りが止まるんですから。スクリーンとかはスイッチしてるじゃないですか、結構、はい、もう大体スイッチが多いかなと思いますね。スクリーン行くってことすら伝えるの大変ですよね。みんなどうやってんだろう。こっちだよとかスイッチやって向かせるときは、例えばあのスイッチやってる、こういう振動みたいな、振動って感じ。え、すごい。え、それすごい。方もあの6番の方も、はい、あんまり聞こえない。全然、ね、人工内耳ってあの埋め込み式のね補聴器やってて、そういう人で比較的ね補聴器つけてる時そこ聞こえてるんですよ。あ、そうなんだ。その代わり取った時に全く聞こえないんですよ。え、すごいですね。全く聞こえないのに補聴器つけたらそんだけ聞こえるんですか、はい、すごいな。面白いのが補聴器取ってる時の方がシュート入るって言ってる人多いんですよ。あ、すごい。それってやっぱ感覚的な、なんか飛び飛ばされるんかな。普通にみんな上手いな。わ、すごいな、みんな。なんか普通だな。普通に上手いな、みんな。終わり。OK。字が汚いのは置いとけ。おお、いい。これ健常者の方が入っててもいいんだもんね、この大会。一人だけ入っていいんだ、健常者の方。健常者か。17番です。うん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 。
番難しいのはディフェンスで、うん、そうだよね、簡単にうまくできちゃったり、うん、そう、そこどうしてんの見るだったらもう仕方ないし、そうです、見るしかないし、あとはもうマークマンは指で刺して、うん、ああなるほどね、なるほど、指、やっぱ指差しが多いんだよね、ちょっと静かじゃないですか、うん、思った、すごい静か、おお、惜しい、これに勝ったら何かあるの、うん、これ勝つと、うん、アジア太平洋クラブカップに、おお、僕らも一回オーストラリア行って、あ、そうなんだ、あ、ワイパー、え、そしたら日本って何位ぐらいなの、アジアで、僕らこの前行った時は優勝しました、うん、優勝したんだ、うわ、マジすごい、え、日本強いんだ、じゃあ、でもオーストラリアは本当は強いんですけど、あ、そうなの、え、じゃあ接戦だった、接戦だった、接戦で勝ったんだ、めっちゃ入ってましたね、めっちゃ入ってた、いつもどうですかね、
なるほど、むずい難しい。勝ってよかった。疲れた疲れたバンってやるの。でもみんなやってた今。基本やるバンってみんなやるんですよね。ピックの時はピックの時はバンってやりやすいけど、アベイなんていうの、ボールオフボールの時のスクリーンでバンってやるのが難しい。ピックでいきなり多分間に合わないと思うんですよ、うん、結構透明の時にあスクリーン行ったっていうぐらいでドンってしないと、でドンってやるのも多分コツがあると思うんで、うん、いや本当にそうこれちょっと聞きたい。え、つよくんは今ちょっと聞こえてた？ちょっとでも聞こえてた？これですか、うん、ほぼ聞こえてない。あ、そうなんだ。え、聞こえてる時と聞こえてない時感覚違わない？全然違うっすよ。あ、やっぱ聞こえてない時ってどういう感覚でやってるの？もう本当に無音の世界。うん、シュートの感覚とかはさ違わないの？全然僕はなんか逆に無音だから集中できるっていうか、うん、別の試合の方が確率はいい、うん、すごい。え、みんなそうなのかな？もしかしたらそうじゃないですか。ちょっと聞いていいですか？すいません、だって大学でやってるっていうから。え、大学でやってる時は補聴器つけて聞こえる中でやってる？あ、そうです、はい。え、シュートってつけてるときとつけてないときどっちが入るとか？なんか逆に無音だとなんか周り気にしちゃうすぎて、うん、そのゴールを見えないっていうか、はいはいはい、自分がつけてる方が、うん、そのやっぱ集中してゴールにいけるんで。なるほど、それ確かに聞こえてないとその周りにいろいろ気を配らないといけないから、そのシュートに集中しづらいってことね。あ、それもそれである。え、ありがとうございます。というわけで、一緒にデフの皆さんと CX させていただきました。足をこうやってディフェンスしながら鳴らすって、まあ、慣れなのかな。でも運送のバスケの時にめっちゃ音が大きくて仲間と聞こえない時とかあるから、そういう時になんかこういうのとか確かにやったら気づくのかな。でもなぁ。というわけで、どうですか、皆さんにメッセージ最後お願いします、はい、実は僕お坊さんもやってるんですけど、ね、あ、そうだそうだった、うん、世界で一番安心なベンチじゃないか。いや、すごいですね。デフバスケットを通じていろんなやっぱりコミュニケーション取り方とか、うん、まあ、デフがどうとかだけでなくね、ツヤカズマもね、はい、活躍してくれるとは思うんですけども、うん、まあ、こうやって本当にプロもアマもみんな楽しめる環境が僕作れていってるっていうのが一個の進歩かなと思います、うん、いや本当そうですね、うん、これから本当に、まあ、男女ももっともっとね、ミックスしていって、うん、楽しみたいと思うんで、はい、はい、分かりました。お願いします。お願いします。聞きたいことは B とそのこういうデフバスケやってることの自分のそのなんていうのモチベーションっていうか思いとか何かありますか？その両方の日本代表を目指しているので、うん、まあどっちもなることでなんか、うん、どっちのカテゴリーの人たちにも目標になってもらえるかなって、うんうん、なので僕は最初目標はそこにあります。なるほど、すごいね。なんかで、まあ、デフの人たちにも、まあ、希望はあるっていうところで、うん、なるほど、を見せるっていうのもありますし、逆にデフの代表になる、デフの代表で活躍することで、うん、まあ、周りの人に知ってもらって、うん、デフ、そうだね、まだまだいないもんね、知ってる人。頑張ってください、はい、ありがとうございました。